意ができたのがすごいなと思って。やめるって、うん、決意するのってすごい勇気いるじゃん。そうなんだよね、勇気いる勇気いる。だから言ったらさ、なんかまだやれるかもとかさ、うん、なんか思ったりしたのかなと思って。自分でだんだん分かってきちゃったんだよね。でも最初は怖かったの、うん、決断するのが。だって今までさ試合のために頑張って、うん、それがなくなっちゃったら私は頑張れないのかなと思って、うん、基本的に多分みんな辛いのかもしれないけど頑張ることが多分好きだと思うの、うん、頑張ってる自分がなんか生きてるなみたいな感じだと思うんだけど、うん、試合そう試合行ってもうそれがないって思った時に最初は怖かったの。どうなるんだろうって思っちゃう。わかる、カナもすごいさ、ね、何のために練習するんだろうとかさ、うん、でも私はなんか次のことを見据えて環境を整えてもらってってなってきたらすっごい楽しみになったの。怖くなくって、もう絶対に自分が後悔しないように全て準備をして、なんか私はまあ世界選手権あんまり良くはなかったけど、でも終わった時にすごいほっとしたし、なんか次の人生だなってこれからがって思ったから、すごくなんか終わりっていうよりもスタートだったのね。かっこいい、すごいね、かっこいいかっこよくはないんだけど、でも成績じゃなくて自分の気持ちだから、うん、あそうだよね。なんかそれをなんか二人にはなんか後悔のないようにさ、やっぱちょっとでもなんだろう、自分がこうできるって思ってる気持ちとかあるんだったら、うん、やっぱり、うん、